こんにちは、始まりました、川西美希です。今回は松エクならぬ眉エクに挑戦していきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで眉毛だけすっぴんです。私の眉毛左右高さが全然違くて、こっちの右の眉毛は目尻の方がすごく少なくてこんな感じで欠けちゃってます。そしてこっちの方がまだマシなんですけど、真ん中の毛だけ薄い状態です。で、今までは眉マスカラとか眉毛だけブリーチしたりしてたんですけど、最近ちょっとめんどくさくてやってないのと、あと薄すぎる眉毛そろそろ卒業しようかなと思って、最近ちょっとだけ生やしてます。で、自分の眉毛がすごく嫌なので、なんかいい商品ないかなと思ってたらこちらをちょうど見つけました。その商品はこちら、アイブロウエクステンションです。で、こちら何かと言いますと、マツエクのように眉毛エクステができる商品です。なんだこれと思って、買わなきゃと思って速攻買ったんですけど、これは眉毛の欠けているところ、私で言うとこういうところですね。ここにファイバーの眉毛を付け足していくという商品です。で、こちらはお湯でオフできてウォータープルーフで、眉毛ケアもできる保湿エキスも入ってるそうです。で、寝て起きても剥がれないということで、どれぐらい剥がれにくいのか、そしてどのくらい本当の眉毛に馴染むのか、こちら試していきたいと思います。で、こちらは税込みで2052円でした。私はロフトで買って、あとロフトのネットにも売ってました。普通のアイブロウよりはちょっと高めなんですけど、でもこれで本当に落ちなくて、そして馴染んでくれるんだったら、ちょっとリピ買いしたいなと思います。見た目はこのような感じです。なんかトイレのポキュッとやるやつみたいね。で、上を引っ張ってみると筆が出てきます。筆は結構細めの筆です。これでファイバーを拾ってつけていくという感じです。そしてここをひねってみると、おー、出てきた。はあ、あんま綺麗な映像ではないんですけど、このような感じ。うん、毛ですね。毛がたくさん入ってる感じ。これが眉毛の代わりになるファイバーで、こちらを眉毛に置いていくという感じです。匂いはなんだっけ、嗅いだことある、これ。あ、すごい。しっかり見たら、ブラックのファイバーだけじゃなく、木に近いレベルのブラウンファイバーが入ってます。すごい、わかりにくい。で、こちらのカラー2種類あって、私はナチュラルの方を選びました。これも入ってるからナチュラルというカラーなんですね。すごい。まず最初に手の甲に塗っていきたいと思います。あ、筆にすぐまとわりついてくる感じです。筆に取ってみると、こんな感じです。しっかりとついてます。これ塗るのでもちょっと大変そうですね。それでは手の甲に塗っていきたいと思います。筆の圧で毛の流れとかが結構変わっちゃうので、ちょっと難しいですね、これ作るの。ちょっと真剣に眉毛作ります。あ、でもすごい眉毛っぽく見える。でもちょっと液が多いですね。液が多すぎて毛を入れ込んでいくのが難しい。ブラウンの毛はほぼほぼ色がね、薄すぎて全然見えないです。なんか美術の時間みたい。はい、できました。すごい、手の甲に眉毛ができた。結構リアルに見えますね。すごい。でもこれがね、乾いてどうなるのかちょっと予想がつかないんですけど、これを乾かしてるうちにこっちの眉毛描き足していきたいと思います。今回は全くアイブロウを使わず、もうこれ1個で仕上げていきたいと思います。これを取って、それでは描いていきます。まずはここの気にしてた眉尻のところ。あ、いっぺんにつくとこうやって濃くなっちゃうんだ。え、結構難しそう。思った以上に黒のファイバーが主張してきます。毛の流れとかが結構難しいな。どうしよう、結構濃い。自分の眉毛、でも自分の眉毛と区別つかないくらいかなりリアルですね。もたもたしてると地肌にくっついて化粧が崩れてきます。すごい難しい。これ特殊メイクに近いんじゃないかな、もはや。点になってるような筆先の方が描きやすいのかも。何この眉毛、ブスー。いや、ダメだな。一回撮ろう。遠くから見たら多分成り立ってんだろうけどな。多分時間が経ちすぎちゃうと固まっちゃうので、固まる前に仕上げていきます。繊細だから一本一本植えるぐらいの気持ちでいかないとダメだ。職人、職人だと思ってやんなきゃダメですね、これ。舐めたらあかん。一回ドバッと撮って、で蓋に置いて、それをすくってで置くっていうのが一番描きやすいのかもしれないです。めっちゃ田植え。あ、でも眉毛っぽくなってきた。すごい、ついたかと思うと筆が太すぎて剥がれるっていうね。毛の束がくっつきすぎてるとちょっと剛毛に見える。うん、どうで
でしょう。結構いい感じにできたんじゃない？なんか目尻の方、こっちだけちょっと太いかなって感じなんですけど、田植えできた気がします。この蓋の方でこんな感じでバラバラに毛を崩します。で、あまり束になってないようにしてから2、3本をチロッとすくって、それを眉毛に置いていきます。うん、このやり方すごい。コツつかんだら早いかもしれないです。眉毛がないところに足す。毛をあまり取りすぎず置く。ふむ。でもこれ面白い。これがあったらいろんな眉毛になれるってことですよね。こっち側最初にやったのでちょっと剛毛で下手くそなんですけど、こっちはなかなか自然にできたかなと思います。眉毛のビフォーアフターこんな感じです。そしてこっちの手の甲の方、お、固まってる。内側触っちゃったんですけど、眉尻側が固まってます。割としっかりしてますね。うん、取れない。めちゃめちゃ密着してます。あ、すごい。まだ内側の方液が多かったみたいで固まってないんですけど、眉尻側はしっかりと固まってます。千葉どうだ？お、固まってる。すごい。描いても取れない。じゃあこの上から眉毛普通に描いても大丈夫なのかな。いつも描いてる感じで眉毛を描いていきます。あんまり良くないですね。ファンデーションが浮いちゃうみたいな感じで、アイブロウパウダーが浮いてます。うん、でも遠目で見たらそんなにわからないと思うので、至近距離に行かない時とかは全然上から描いちゃっても大丈夫だと思うんですけど、朝急いでる時これを使って眉毛を描くぞっていうのはちょっと難しい気がします。あ、すごい画期的。もうずっと使いたいっていう感じの商品ではないんですけど、眉毛剃り落としちゃってちょっとどうしても眉毛なきゃいけないんだよねっていう時とか、あと就活の時とか、しっかり眉毛を生やして好印象にさせたい時とかいいと思います。でも普段活用するメイクとしては、画期的な商品だなとは思うんですけど、時短とかっていう意味ではちょっと使いにくいかなと思いました。私的に筆がもうちょっと細くて、ファイバーについてる液ももうちょっと少なめだったらとても使いやすかったかなと思いました。でも取れにくさとか、ウォータープルーフ、そしてお湯で落ちるところに関してはとても素敵な商品だなと思います。普段ないところに毛があるのですごい変な感じ。大人っぽいメイクしたい時とか、ちょっと眉毛太くしたいなっていう時とか、普通のアイブロウじゃなくてこういうファイバーで描いたり付け足したりするとすごくリアル感が出て、そして顔の印象も一気に変わるのかなと思います。ちょっと私も初めてで下手だったんですけど、練習とかして上手に描けるようになりたいです。はい、ということで今回は眉毛エクステを紹介しました。この動画を楽しんでくれた方、これ私もやってみたいって思った方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてミキポンの自由帳もあるので、そちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。小西ミキでした。バイバーイ。